初めての海外にが台湾だったのでドキドキしてたんですけど、本番とかのすごい大きな拍手とか大きな声援とかがすごく嬉しかったです。台湾にさせていただいて本当に幸せな気持ちでいっぱいです。台湾が大好きです。日本京都局高校吹奏乐部15日返回日本，结束台湾七天旅程。中华文化总会21日上架2023日本京都局高校吹奏乐部台湾远征纪录片。台湾我们回来了。影片中首次来台的学生说，虽然很紧张，但在正式表演的时候得到很多掌声跟欢呼声，觉得很开心。而连续两年来台演出的学生则分享，今年有幸再来台湾，感到非常开心与幸福，我最喜欢台湾了。日本で先生から台湾に招待していただいたっていうことを聞いたんですけど、昨年度も私はこの台湾の地にさせていただいたんですけど、すごく幸せを感じた上で今年もこうやって来させて招待していただいて、今年もどれだけのお客さんに聞いてもらえるのか、どれだけこう元気と笑顔を私たちから与えられるのかっていうのがすごく楽しみでした。ずっと楽しみにしていて、2年連続で来れるっていうのをずっと楽しみにしていました。タコールのパフォーマンスはいろんな人の声援があったりとか、お客さんの反応が近くで見れてとても楽しかったです。高尾市でいくつか公演させていただいたんですけど、やっぱり高尾のマーチングフェスタは私の中で一番印象に残っていて、リハーサルから本番の終わりまでずっとたくさんの声援をいただいて、その台湾の立花頑張ってっていうパネルを持ってくださってる方もいて、すごい皆さんの笑顔とその歓声に圧倒されて、私たちがすごい元気をもらって、そのおかげで楽しく本番を過ごすことができました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。こんな機会はすごくなくて、中にはまずそもそも海外に行ったことがないみたいな生徒も結構いて、で本当にこういう機会がめったになくて、本当に貴重な機会をいただけたので、本当に、招待してくださってありがとうございます。最初に、会った時に自分の名前を書いたプラカードを持ってこう、アピールしてくれていて、なんか自分の名前を書いてくれてるっていうのもすごく嬉しかったですし、すごく笑顔で接してくださって、すごくたくさん交流楽しくできたので、すごい楽しかったなと思います。と引き続き今年も一緒に交流させてもらったんですけど、本当に国境を越えてので友達が作れるということがまず嬉しかったのと、やっぱり同じパフォーマンスをするものとして
っぱりその一緒に頑張っているんだなっていうことを感じれたのですごい嬉しかったです。させていただいたんですけど、すごく温かい気持ちで迎えてくださってすごく胸いっぱいで嬉しかったです。台湾遠征最後の演奏会で私たちのために単独演奏させていただく機会をいただけて本当にすごいまずは楽しみな気持ちでいっぱいで、それと同時にもちろん緊張もするんですけど、やっぱりたくさんの人に元気とか笑顔を届けられるように届けたいなと思っています。私は初めての海外にが台湾だったのでドキドキしてたんですけど、本番とかすごい大きな拍手とか大きな声援とかがすごく嬉しかったです。台湾に来させていただいて本当に幸せな気持ちでいっぱいです。台湾が大好きです。